皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。新型コロナウイルスの影響による巣ごもり消費の拡大はゲームコンテンツ市場にも大きく影響を与えました。国内だけではなく海外でもゲーム業界は業績を伸ばしており、今後もこの勢いが続くと予想されています。今回は海外のネット上で話題となっていた日本のゲーム市場の特殊性について取り上げていきます。日本の家庭用ゲーム機。日本は今まで様々な家庭用ゲーム機を世界に送り出してきました。日本で最初に家庭用ゲーム機が発売されたのは1975年、エポック社から発売されたテレビテニスです。このゲーム機は2人プレイ用になり、コントローラーも本体についており、お互いにパドルを操作して今で言うところのエアホッケーのようなゲームになっています。それ以外のゲームはできず、得点も画面ではなく本体についていて、自分でカウントしていく形になっていました。任天堂のファミリーコンピューターが発売されたのは、初めてゲーム機が登場してから8年後の1983年。当時ゲームセンターで人気のあったドンキーコングを筆頭に、麻雀、ベースボール、マリオブラザーズなどがラインナップとして名を連ねて爆発的な人気を獲得しました。グラフィックに優れているなど、ゲームに高い性能を発揮していたことから、徐々に人気に火がつくこととなり、気がつけば全世界で6191万台を売り上げる大ヒットとなり、社会現象となっていきます。ファミコンと同時期に対抗馬として根強い人気があったのが、アーケードゲームで実績を持つセガエンタープライゼス、現セガのゲーム機です。1985年に発売されたセガ3は70万台を売り上げ、続く1987年に発売のマスターシステムは40万台を売り上げました。その後、1987年には NEC ホームエレクトロニクスとハドソンが共同で開発した PC エジソン、それに続くように1988年セガからはメガドライブ、さらに遅れて1990年任天堂からスーパーファミコンが発売。ファミコンでは表現できなかった美麗グラフィック、重厚なサウンドなどで新時代への扉を開き、 PC エンジン750万台、メガドライブ358万台、スーパーファミコン1717万台を売り上げました。日本国内では任天堂のスーパーファミコンが圧倒的人気となっていましたが、メガドライブはアメリカで2000万台、世界では3075万台を売り上げています。 SCE ソニーコンピューターエンターテイメントからプレイステーションが発売されたのは1994年。それまではロムカセットが主流だったゲームソフトを CD ロムで提供する形式を取り、ソフトウェアの容量が飛躍的に増え、その圧倒的な表現力で当時一大勢力を築いていた任天堂の牙城を初めて崩したハードウェアになりました。1900万台を売り上げ、ファイナルファンタジーやドラゴンクエストのビッグタイトルが発売されたことで、この世代のゲーム機戦争に勝利することになりました。その後も任天堂64、ドリームキャスト、Wii などなど、日本は様々なゲーム機を世界に送り出していくこととなったのです。日本のゲーム市場の特殊性。2002年に家庭用ゲーム機の業界に殴り込みに来たマイクロソフト社。マイクロソフト社の Xbox は世界的に見ればとても人気なゲーム機となっております。しかし日本では自国がゲーム機の本場の一つという特殊な背景もあり、 Xbox の販売台数は欧米などと比べると相対的に少なくなっています。その現実が海外のネット掲示板で話題となっていましたので、まずはその投稿を見ていきましょう。日本人のゲーム好きにとって
米マイクロソフト社の Xbox は必需品ではない。日本で Xbox が見向きもされないのは昔からで、別に今に始まったことではないが、販売台数が欧米などと比べると明らかに少なくなっているのだ。この表の数字は任天堂スイッチ、PS5、Xbox シリーズ X、PS4、Xbox One、任天堂 3DS、それぞれの機種の週間販売台数を示したもので、北中米、欧州、他の世界が比較的均等にばらけている中で、日本だけは突出して Xbox 系の販売台数が少ないことがわかる。この興味深い投稿には海外から様々な反応が寄せられていましたので、一部紹介いたします。海外の反応。いやいや、日本はどうなってるんだよ。このデータすごいな。でもまあ Xbox もチップ不足がなければ日本でももっと売れたとも思うけど、日本人の徹底した Xbox 嫌いが面白すぎる。日本のビッグタイトルの多くが Xbox では発売されていないから仕方がない結果だけどね。いくら日本で Xbox の販売が伸びているって言っても、元々が少なかったわけだからな。現状日本での売り上げはグッドではなくベターになってきたというところだろうね。日本で PS4 は4日間で11万8085台売れたというのにな。 Xbox はアメリカでは成功してるかもしれないが、日本ではまだ幻想的な代物だね。日本人はアメリカの製品を支えないのに、アメリカ人が日本の製品を支えているのはいつ見ても面白い。 Xbox360 は日本で140万台売れてたのにね。アメリカ製品を支えないというよりは、日本の消費者にとって Xbox はあまり魅力がないってことだな。 Xbox が小型化すればもっと売れる可能性があるし、デザインだけでも潜在的に日本で成功する可能性を秘めてる。間違いなく現代日本の美的感覚に合ってると思う。 PS5 はでかいし、日本はそういう大きいものを嫌うからね。マイクロソフト社が2020年11月10日に世界同日発売した家庭用ゲーム機 Xbox のシリーズ新モデル Xbox シリーズ X および Xbox シリーズ S。 マイクロソフトは販売台数を公表していませんが、市場調査会社ニコパートナーズのアナリストは2021年9月末の時点で Xbox シリーズ X と S を合わせて800万台程度と推測しています。ほぼ同時期の2020年11月12日に発売された PS5 の販売台数は2021年9月末の時点で累計1340万台となっているようです。このデータを見れば、世界的には Xbox シリーズ X と S もかなり売れていることがわかりますね。ちなみに2021年12月26日までの日本国内での PS5 の推定累計販売台数は122万3335台。Xbox シリーズ S と X は12万8658台となっており、Xbox が日本では苦戦しているのがよくわかります。しかし、Xbox シリーズ X と S は1年間で Xbox One の7年間の国内販売台数を上回ったと言われており、全モデルよりはまだ人気となっているようです。日本は欧米に比べて Xbox の人気がないのは確かのようですが、その差は結局遊びたいソフトが他にあるかないかの問題が大きい気がします。確かに日本では Xbox は買う人が少ないのかもしれませんが、 Windows はいっぱい買っています。マイクロソフト社は日本での Xbox 事業にあまり日本に力を入れていないようにも感じます。世界的に見ても急成長を続けているゲーム市場、市場及び消費者データを専門とするドイツの企業スタティスタの分析によれば、世界のゲーム市場は上位から中国、
米国、日本、韓国、英国、インド、フランス、ロシア、ドイツ、メキシコとなっているようです。2021年の市場規模としては中国がトップにあり、売上額は493億ドルと推定されており、2025年には712億ドルに増加すると予測されています。中国に続く2位の米国は304億ドル、日本の市場規模は現在3位の182億ドルですが、近年著しい増加を示しており、2025年には日本の市場は240億ドルと予測され、引き続き大きな成長が見込まれているようです。海外で高い評価を得ている日本のゲームは数多く存在しており、今後も世界中で楽しむことができるゲームが開発されていくことを期待したいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。